今日のの聖書の言葉です新約聖書ヨハネの黙食3章20節ここにこんな言葉が書かれています。「見よ私は戸の外に立って叩いている」「誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする」オスカー・ワールドの書いた短編に「わがままな大男」と 題されたものがあります旅に出た大男が自分の住んでいる家に帰ってくると、まあ、彼の家の庭は子供たちの遊び場になっていました勝手に使われているのが気に入らない大男は塀を巡らし立ち入り禁止の看板まで建てましたところが庭の木々は子供たちが来ないことを寂しがって 春を迎えようとしなくなるのです庭の外の季節は移り変わるのですが彼の庭だけは冬のままですある日垣根の破れ目から子供が入っては木に登って遊んでいるのをこのわがままな大男は見つけましたなんと子供たちが遊んでいるところには春が来ているではないでしょうか、まあ、これに気づいた大男は 塀を取り除き看板を倒して子どもたちが自由に遊べるようにしました今日の聖書の言葉は閉じられた心の戸を叩くイエス・キリストの言葉ですキリストは戸の外に立ってノックしておられます無理やり入ってこられることはなさいません私たちがその戸を開くのを待ってくださっています 私たちが戸を開くなら、キリストは私たちの心に春をもたらしてくださいます。キリストは喜びを与え、平安を与え、愛を注いでくださいます。私たちの悩み、苦しみを理解してくださり、その重荷を背負ってくださる方、これがイエス・キリストです。ですから、ぜひイエス・キリストを信じ、心の戸を開いて、 あなたの人生に迎えていただきたいそのように心からお勧めいたします